時刻は18時30分になりましたこの番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です本日も十賀式香里が MC を務めさせていただきますまたこの番組はですね <music> FM 議の1の海の見える素敵なスタジオから放送しておりますあかりさん本日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはい、えー、収録放送なので2本目ですが <laughs> はいなんかあの 外やっぱり天気悪そうでしたよね悪いですよ今日なんかこの放送がされてる頃には天気いい感じにね秋めいてたらいいですけどね,ね,ねもう10月に入っちゃう頃になるからね、うん、肌寒くなってるかな。ら急, <laughs> 急になんか涼しくなる時があるから、うん、夜とか寒暖差結構ありますよねそうね。そうやっぱり気がつくと、うん、やっぱり眠る前はちょっとまだ 暑くてうん、うん、で少し弱くしてつけるとうん、うん、夜中からむと思っておるそうそうそう私もそれが多くて扇風機の,あのタイマーいつ終わらせるかっていうまた子供たちはさ、うん、すごく暑がりで、うん、もう恐ろしいぐらい冷え冷え。<laughs> あねえかります。 うちも弟たちがまだ部活やってた頃はすごい寒かったです部屋が。だよねそう体調管理ってとても大,大切ね、うん、やっぱこの時期ってやっぱりど,どうしても季節の変わり目だから、うんね、やっぱり体調が、うん、なんかいろいろ出てくると思うんだけど、うんはい、もうやっぱ10月、うん、世の中的にはもう秋秋,です、ね、秋なんで沖縄はね衣がえ自体が11月ではあるんだけど <laughs> ねの 早速テーマなんですけど、はいはい、あかりさんと今日お話ししていきたいテーマは「はい、秋といえばるまるっていうかの <laughs> 当てはまるものを考えていく高橋さんもぜひ「秋といえば」っていうなんかこれっていうのがあったらぜひコメントください「はい、秋といえばるまるですが、うん、私はすぐ思いついたのは月見バーガーですね。<laughs> 食欲の秋だと思いました、うん、なんか月見バーガーといえばマックっていうイメージなんですけど私最近モスの月見バーガーガを食べてみたんですね、うん、そしたらなんかこうマックの月見バーガーと比較するとマックはこの月見って言われるのが目玉焼きに置き換えられてるんですけどであの。 もとも同じく目玉焼き、うん、だけどこのとろとろの目玉焼きなんですね。へえ<ー>、もとも食べたことない。そうそうなんか目玉焼きこの半熟のというかなんかこう黄身が出る感じの目玉焼きででこのお肉も結構濃いめの味付けでで左右にあのソーセージが盛られてて結構なんかボリューミーな黄身バーガーでした。そうなの。ポカッちゃっ,って。 書いてましたけどホカッチャの意味がよくわからなくてわ <laughs>、ね、かんないね聞くけど何ですかみたいな美味しいですけどみたいにな美味しいね月見あそっかあの最近あ、うん、浦添にあの浦添高校の近くを通って息子を送迎してるんですけど、うんうん、あっちあっちの近くのファミリーマートさんがパン屋さんが中に ああ、ってかりりまますすそそそうそうそうで、バーガーが売ってるんだけど、うん、この本当にまさしくこの月見のこの卵のこの円形になった真ん中に、ね、黄身があってのバーガーが売られてるわけ。うんうん、いいですねそ<う>私もあの,あの付近よく通るんですけどあっちのファミマはなんか道路の側的に行かないんですよね、うん、あんまり。 そっかちょっと三角っぽいでもね広いしパンがあるので私はたまに寄ってから買っちゃう焼きたてですよねあっちはめちゃくちゃ美味しいえそうなんだ焼きたて時間とか分かってたらその時間に行きたいけど私はこの朝の時間この息子送って帰りに買って帰ろうみたいな感じ高帆さんも秋といえばマロンあいスポーツの秋ねえ なんか栗マロンに関して言えば、うん、なんか沖縄あんま馴染みないですもんねあーでも私モンブランすごく好きであそうなんだ、うん、私モンブラン苦手で、えー、そうそうなんか栗ご飯とかも食べたことないしなーって思って <laughs> あそうなの栗ご飯も、うん、え最近はそういえば作ってないね前はよく作っ,作ってへえいやーなんか栗ってあの栗とかさつまいもご飯とかもなんか、うん 芋みたいなものをご飯に入れるっていうのが私あんまりやったことないからちょっとなんていうんですか食わず嫌いしちゃってあ<ー>美味しいんですあとね塩塩気を多めにします甘くしない、えー、あそうなんだうんか甘そうな感じがしてたそうご飯が甘いのも私も本当は嫌なんだは、うん、嫌なんだけども、うん、ちょっと塩,塩気を多くして、うん、で、えっと、栗栗とあの枝豆 おお、一緒に炊いたりして。いいですね。あ、今追加されました。秋といえば炊き込みご飯だと思います。いいね。炊き込みご飯。いや、作りたいな。おでんとかね。うん、そうそう。え、作ろうかな。今日。それこそ自分の味だから。ね、炊き込みご飯ってなんだあんな簡単で美味しいんですかね。本当よね。私もこの人参しりしりで、あの。 やったのをもうそのまま炊き込みご飯に入れたりたけのこを細く切ってでガンガン入れちゃう一つのおかずとして本当おかずとして成立してますよね <laughs>、うん、あれあれだけで2杯ぐらい食べれますもん、うん、もうあれをおにぎりにしてああ確かにわそうしたいなんで今日そうしなかったんだろう、うん <laughs> <laughs> ぜひややってやります炊き込みご飯のレシピとかあったらね、うん、あのメールでそ<う>教えてくださいもうほんとにもう何でもあり、うんうん、で甘いのが嫌いっていうんだったら本当にもうおか一品のおかずとしてご飯にセットして食べる、はい、なるほど、うん、いいですねいや食べたくなってきますねやっぱ食欲だまさししくおにぎりにしちゃううとねもう、うんあの 手早く食べたいときに食べるっていうのができるし、うんうん、ちょっと小腹にとかね。ね、うんうん、いいですよね。またあとあれですよね。あの食欲の秋といえばサンマもシーズンですよね。そろそろだね。うん、もう出てる？出てるはずね。でもね。うん、なん,なんか見てないなでもこう。うん、私も見てないけど、でも今年サンマ安いらしいですよ。あ、そうなの？そうなんかなんだったかな。最近ニュースで見たんですけど、うん、なんか。 だっけ何かの影響で <laughs> 本当にダメだ根拠曖昧すぎるんですけど <laughs> 漁師さんがいっぱい取れ取れたみたいなこと言ってましたよ。<laughs> 違ったらごめんなさい失礼しました。<laughs> 私魚食べるのめちゃくちゃ得意なんですよ。えいいな。<laughs> これ公言できる人って初めて見ました。得意。えー、本当に綺麗綺麗に食べる自信が。そうなんですね。だけど最近は、うん、あのあ何だろう。 ちゃんとゃるんおかしいんでしいるんだけどおかしいけど、うん、も,うもう集中して魚食べる時って集中するので、うん、もう私に魚与えたらもう黙ってしまうって <laughs> みんなに言われていて <laughs> なんかほぼ猫みたいなそうそうそうに一匹食べ終わってから、うん、はあってなって喋り始めるうそうなんですねもう貫いてますね <laughs> そうめちゃくちゃも食べ物の話でね、うん、もうやっぱり秋と,秋といえば。 っていうのがいっぱいあるね。はい、も、は、八分ほど喋っちゃいました。食べ物の話で。はい、すみません。いやいや。そう、ね、私が秋といえばってふと思ったのが、やっぱりちょっと季節の変わり目なので。あの、なんか体に出るというか。あ、それわかります。そう、私、あの、目が痒くなるんですよ。私も、あの、筋肉が、なんか、しぼんでいく。感じが、なんてか、が顔面がそうなんですけど。 すごい目がシパシパする、ドライアイかな。ドライアイになりがちな季節で、なんかすごい顔のマッサージをなので、よくするんですよね。うん、でも、やっぱり、なんかこう、顔が結構動いちゃいますね、うん。そう、アレルギー、あの、アレルギーの体質ではあるんだけど、やっぱり。うん、あの、秋が強い。あ、そうなんですか。うん、春、春より秋の方がなんか、私の方は。結構。 強いかも。なんでこんなに変わるんですかね。本当に反応がやっぱりなんか結構二週間ぐらい出る出るので、えー、大変もう,う出たらもう季節の変わり目だみたいな。そうなんですね。いや大変ですね。なんかこういうのって病院行ってお薬もらったりするんですか。そう、うん。もう病院行ってお薬もらうのともう,もうやり過ごす。<laughs> ああ大変。え何ヶ月ぐらいだいたい 実感として続きますか。あでもそんなに長くはないんですけど、うんうん、やっぱりに、うん、ちょっと2週間ひ,ひどくもなくって、うんうん、あちょっと調子が悪いなみたいなあそっか、うん、なんか季節の変わり目気圧の変化とかでやられる人もいますよね。そうねうねんやっぱ、うん なんかこんな荒れ狂った天気だし余計そういう人多そうだなと思って多いやっぱり台風の前とか、うん、なんか本当に気圧が下がる時にもう頭痛くて出られないとか、うんうん、あ明日雨降るっていう人とか分かる人もいるしえ面白い面白いよねんかこのなんか人間の体って面白いなと思っていてうん、うん、確かにか察知するキャッチするとかねなんかそうなるとなんかそれこそ占い一 でなんか前世なんか前世何かこうあった人なのかなとか私考えちゃいます <laughs> んこんなに天気で左右される人見るとあかりさん、うん、この前世とか見てもらう興味ある、うん、あなんか占い自体には興味ないけど自分の今の不調と仮に前世があるならそこと関係してるなら知りたいみたいな。 なので、うん、そう前世あった方が面白いいと思います、うん、原因と解決策を知りたいみたいな。てかうかかこう、ね、私もなんかこう命はつながっていくものだと思ってるのでうん,、うん、なんか「輪廻転生」とか割と<あ>信じてる方なのでうん、うん、なので前世もある派なんですけどだからなんか。 今の不調とかトラウマって過去の何かとつながってるのかなって気になるあると思うやっぱり癖とかもそうかもしれないしあると思うロマンがありますよねその方が死んだら一回きりで終わりってんか面白くないなって思いますやっぱ巡り合う人もね結局同じ人と巡り合うっていうからねロマンチックですよね本当すごいへえいますよ 見てくれる人がえー、気になる。<laughs> 紹介するとか言って。<laughs> えドキドキです。私占いにも行ったことないので、<laughs> うん、ユタも見てもらったことなくて、そうだから一応疎いんですけどね。またまあユタっていうかあのまあ私も信じるっていうわけではないんだけど、うん、あの私お母さんがいつもこのまあ。 いいいつもそばにいるっててて言われていて亡くなった母がねはい,、はい、いつもそばにいるって見守ってるよって言われてて、うん、でなんかちょっと分かる方がいてうん、うん、で「香さんあの一緒にランチ食べてたら香、うん、さん」っ,ってお母さんが笑ってるよ」って言うわけで「なんで?」って言ったら「お家片付けなさい」って笑ってる <laughs> <laughs> あやばいバレてる、ね、<laughs> 面白い <laughs> 本当にその時ずっと忙しかった期間、ねうん、で、で お家ち掃除しなきゃなって思っていた時にお母さんが笑ってるよっていうか、うん、バレてるどうしようとか思って <laughs> しかもなんか怒ってるじゃなくて笑ってるっててるいいいうのがいいですね, <laughs> ねちょっと話しされちゃったけど、はい、<laughs> なんかそういうなんだろうこの,あの人,人のつながりっていうのもやっぱりなんか面白いなと思っていて、うんうん、とかこの感じるものうん、うん、あね秋といえばで。うん あ,のあかりさんとこれだけの話題が来るそうですねでまず秋といえばで連想するものが結構違いましたもんねそう食べ物もやっぱりでも私もそう思うよいやずっと8分も話しました <laughs> <laughs> はいで、ね、じゃあこの秋、うん、今年の秋やってみたいものってあります今年の秋ですか、うん、そうですね、うん、なんか 私兄弟にこの小学生がまだいるんですけど小学生の運動会に遊びに行ってみたいかもなんかコロナ禍もあって全然ちゃんとや,、うん、やれてなかったんですよね子供たちだから今の運動会はどんな感じでこうちょっと復帰しつつあるのかなって気になってるところですあそうかも小学校はでも去年まではやってたけど、うん、そう うち娘今度中学1年生になったんだけどね体育祭と思ったらスポーツレック大会になったって言ってえかっこよくないあれ午前中で終わるっていうのうそ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 うナのそうを引きずってる学校多いうそ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 うてうそ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 いそう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 それそうそうそうのうそうそうそいそいないそうそうそ 手作りじゃない手作りとかそういう差を消すためにとかって説も聞きますよね。そうねそれもあるし、うん、やっぱりあのスペース確保、うん、場所取りが結構激しいらしくって、うんうん、そんなに、うん、それをやっぱりあの回避するっていうかなるほどそうそうそうそそっかそっかかかなんかこう。 やっぱリスリスクヘッジの時代って感じしますね。でも先生方も大変だよね。うん。あの本当にいつもありがたいと思ってますよ。本当ですよ。うん、何から何まで準備してもらって、うん。なんかニュースに上がるものがこの先生たち大量にやめましたとか、<laughs> なんか環境悪いですとかのばっかりだから。<laughs> うん、ね。うん、まただやっぱり子どもたち。 がここんなことをねスポーツレックとかもそうかもしれないけど体験できるってこの時,時期しかないから、うん、まあやれることはやっぱりね、うん、先生方も大変なはずだけどやれることはちょっとお願いしてやってもらいたいなみたいな私はもう運動会は絶対見に行こうと、うん、秋のやることをリストで入れてますが楽しいようん楽しいですリレーとか楽しいですもんね楽しいよ ありますか。やりたいこと。今年はですね、ちょ、ちょっと、あの、読書にはまろうかなと思って。読書っていうか本。はいはい。そう。で、あの、まずは、三冊買ってみた。おお、いいですね。なんかつまみ食いしながら読めそうで。ね、あの、ちょっとがっつり読むのは。私、あ、あんまり本を読むっていう習慣がなくて。ないので。 逆にこのなんだろうイメージとか想像を膨らますっていうのはあかりさん実はあかりさんからの影響なのよ。嬉しいです本のこのフレーズが好きですよねって交換することによってあかりさんが大事にしてる言葉だったりとかが分かるっていうのを前回話した時にあそっか本ってそういう魅力があるなと思って。今本を あのあと気になるのをまず買って一、うんえー、冊まだねあのちょっとしか読み切れてないんだけどそれはなんか私好きなポッドキャストでこの本を最後まで読むか読まないか論争みたいなテーマがあって <laughs> でなんかもうなんならこのタイトルを見て買うっていう行為をしただけでもこのなんて言うんですかそうだけでもあでもなんかこの。 満足度とかじゃなくてこの本の内容について考えるじゃないですか、うん、この買うっていう行為を通してそれだけでも読書体験の一部としてカウントしていいと思うみたいななるほどねそう読書体験っていう大きいくくりで見ると、うん、なんか最後まで読もうが読まなかろうが読書体験は読書体験っていう。うん、あ,あでも ちょっとそれ聞いて、ちょっと,っとほっとしたというか。うんうん、楽になりますよね。私ね私目次読むんですよ、最初に。うん、あ、いいですね。ね目次読んで、うん、まあ、あの。ここのフレーズはちょっと気になるからって言って、うん、ちゃんと読むとか。うん、あの、確かに、読み切る本は。あの、正直少ないかも、うんうん。いや、みんなそうだと思いますよ。気になるところだけ。なんか、気になるところをぴょいってつまむ技術が必要なことだと思います。うん でそれになんかチャット GPT の使い方もそうでしたよね確かかおりさんは<ー>。ピンポイントで自分に必要なものを聞けるから本でも同じことができそうな感じですよね。ねうんまあ、やっぱり人によってはね、うん、やっぱり大切に本を全部、うん、作者の思いがあるから全部読んだ方がってねあのお,お,おっしゃられる方ももちろんいるのも分かっていて。うんうん、で,でも 私はもちろんその作者の、うん、本のタイトルからやっぱ想像して。こういうことが書かれてるのかなとか想像して買って、やっぱり楽しみに一応開ける。うん、開けてるので、じゃリスペクトはしてはいるんですよ。うんうん、も,ちもちろん、もちろん。ね、だけど、やっぱりちゃんとね、読まなきゃっていうのがあったので、うん、あって。うん、もうこの間のあかりさんの影響で、本をちょっとこの秋は。ちゃんと読もうかなっていうのは思ってます。うん、えー、でも私も、ゆ、なんかひ。 偉そうに言ってましたけど、なんか最後まで読める本少ないですよ。かいつまむ技術って大事だなって思いました。うんね、いやー、めっちゃなんか、あのいいね、この。あ、秋、秋って、なんで。別にね、春夏秋冬、うん、春夏秋冬、同じこと、もしかしてやってると思うんですけど。うん、秋といえばっていうフレーズが生まれたのって、なんだ、うん、なんでかなあっていうのに、ちょっと今。あ。思っちゃった。確かに。うん えー、でも秋ってなんか,やることないからいろんんなイベントを押し込みすぎた感ありませか私はいつも思うんですけどなんか春はこの、ね、卒業入学とか人の入れ替えシーズンだと思うし、うん、夏はもう何ていうかこの、まあ、そもそも気温気温とか空気感とか的に他の季節と全然違うからお祭りムードだと思うし冬は冬でねもうそれ 夏と対局にあるから、うん、なんかあと年越しとかね,そう,ねそういうもともとの日本的なイベントが多いのが冬だからそれぞれ3つの季節は独立して何かあるけど、うん、秋ってお月見しか本当はないみたいなだからこんなにスポーツの秋食欲の秋なん,かなんかの秋、うん、秋とは何だろうみたいな瞑想の季節こ,この時期何かやろうぜみたいな <laughs> <laughs> そうそうって言うと なんか、何もない季節だと思いました。<laughs> なるほどね。だから切ない気持ちになるのかなとか、思ったりしました。うん、そう。なんか、秋といえばっていうのを、うん、あの。 結構あっちこっちのテーマで聞くので、コミュニティで、それで、あかりさんともテーマ。今日考えですね、あ、秋といえばっていうのはまずいとこ。うみたおお、そうだったんですね。え、でも、ちなみに、あれ、秋と、秋といえばっていう疑問が生まれるのって、なんでだと思いますか、かおりさん的には。私、あの。変化を受け止めるっていう、やっぱさっきね、あの、あかりさんが言ってたように、夏といえばとか、冬といえばとか、春といえばっていうワード。ってこ 季節ってやっぱりこの何月何月と連動してるじゃない3月四月三月は卒業4月は入学とかね、うん、であの人との出会いと人との,、ね、あのこう別れみたいなこの時期だなとかってだからこの,この月、うんね、になるとこういうことがサイクルとして うん、あるなっていうのがなんか染みついてるっていうか、うんうん、なのでじゃあこの時期になったらこういうことをやってみようとか、ねうんうん、夏休みになるとこれをやってみようってこの間話題にしたように、うん、なんかそういうあの自分のか過去を振り返ったりとか未来を想像したりとかする時にすごくふとイメージしやすいものなのかなっていう気負もちょっとした。うん 何か,、うん、か自分のこれからと今までを整理しやすいクエスチョンかもしれないですね、うんうん、なるほどえ何かなんだかんだお時間があと5分 <laughs> 少々となりました <laughs> はい、はい、まとめに入りますか、ね、秋,とい秋を感じるといえばまるそう、うん、ぜひねあかりさんねやってみたいと思ったことを、はい、ちょっとまた2かげえ1か月後2か月後ぐらいにシェアできたらなと思って、うん、えっ なんでそんなスパンがきかなんですか。開けない、すぐやる。<laughs> ね、ちょっと気になりますよ、それだけ言われる <laughs>。いや、なんか、あの、うん、こういうことがあって、あの変化が起きましたとか。あなるほど。そうそうそう、うん、そういう、そういう感じのね。あ<ー>うん、なんか実験でもされるのかと思って、あ、なるほど、なんか、交換会ですね。<laughs> 交換会。あ、なかよかった。<laughs> あ、実験でもいいね <laughs>。実験だったら楽しく参加しますよ。全然 だったらっていうか何でも参加します。そう面白いよね。やっぱりなんかこの一つ一つの行動にあのちょっとワクワクさをつ取り取り入れるとあの何でもやることはね楽しくなるっていうか。ですよね。もう早速炊き込みご飯もいろいろ作っていろいろ作ってちょっと紹介しますね。紹介して炊き込みご飯エキスパートになるかも。めっちゃ楽しいと思う。ね。 ですね皆さんリスナーの皆さん秋といえばとか秋何したいとかあったらねぜひメールでも,、うん、ルでもお知らせしてほしいですこういうのあるよとかね、うん、私たちは結構食べ物に集中しちゃったんですけど皆さんが思っている秋、うん、みんな違,う違って当たり前なので、うんはい、はぜひ、はい、コメント欲しいなと思います。メーールアアドレスが797ットマーク fm ギノワンドット coom です。ぜひですね、あのどんどんコメントをいただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい。はい、え、今週もありがとうございました。ありがとうございます。あ、なんかごめんなさい、なんだかんだあと二分ほどありました。二分ほどありました。<laughs> <laughs> はい。なんかセミナー最近どんな感じですか。あ、最近ですね。うん、あのー、実は今週、うん。<laughs> 今週座,ら座談会するんですけどね。おお<ー>。うん。 月のの金曜日9月の二十七日金曜日にあそうだったんですね、うん、放送してる頃にはちょっと終わってるけどじゃあなんかまた次回はこういったこのセミナーについて私聞いてみたいです今日も思います ま、もう時,時の番人って何をからまずちゃんと話ができてないかもしれない <laughs> セミナーで何やってるのとかねそういうところをなんか詳しく掘り下げる回もあってもいいかもしれないですねそうかも、うん、あの怪しい人でもしかしたら皆さん,ん思ってるかもしれないし <laughs> いや時の番人ってつかみばっちりだと思いますよ私はねえそうぜひぜひあのなんか高保さんもね 今度またぜひ応援して、なんか高橋さんのこのこだわり、うん、サッカーやってるんっなんか審判されてるみたいですよ。えー、じゃあプロの方？あなんかんえ何、ー、でしょうプロアマチュアよくわかんないですけど審判 <laughs> されてます。番組でもそういった内容ですね。うんうんえー、なんかいろいろ話もし,してきたいし、はかなリスナーさん。 と待ってね。なんか自分がこういうこだわりやってるよ。っていうのとかもね。うん、どんどん聞いて、はい、はい。あのなんか番組で取り上げて、うん、それを話題にできたらなと思います、はい。みんなと交流できたら嬉しいですね。ねはい、ありがとうございます。はい、はい、そろそろお時間になりますね。うん、はい、是非、はい、あのコメントお待ちしてますのでで、毎週水曜日あ毎週じゃないね。ごめんなさい。各週の水曜日でツイキャス、うん、はい。あの？ 配信してますのでぜひこの時間も聞いていただけるといいなと思っておりますよろしくお願いしますはい、あかりさん本日もありがとうございましたありがとうございました